唯一無二の神声で、聴く者を魅了する翼をくださいが、国民的な名曲として有名な山本純子さん。最近は表舞台から姿を消して、その声を封印しているそうです。病気での事実上の引退という噂も気になります。そして、あの松山千春さんとのまさかの関係とは、早速見ていくことにしましょう。旧姓は荒井純子さん。1949年12月30日生まれの現在72歳。4人姉妹の末っ子として、奈良県で生まれ、育ちは大阪市矢部野区で、私立の名門の手塚山大学を卒業した山本純子さん。高校2年の時には、ピーター・ポール&マリーのコピーバンドを結成して、親衛隊まであったそうです。学生時代、歩道橋の上で、フォークグループの、ロックキャンディーズにいた、谷村新司さんに声をかけられて、ヒルビリーシンガーズに参加するも、1969年、後藤悦次郎さんに引き抜かれる形で、伝説のグループ、赤い鳥に参加するために、わずか3ヶ月ほどで脱退しています。同時に、後に結婚することになる、山本俊彦さんも一緒に引き抜かれています。特筆すべきは、赤い鳥はその年の、ヤマハライトミュージックコンテストに出場すると、とんでもない相手を抑えて、見事グランプリを勝ち取ったのです。その競い合った相手というのが、小田和正さんのオフコースや、財津和夫さんのザ・フォー・シンガーズでした。当時、二人は完全に負けたと思ったそうですが、これが負けず嫌いの小田さんに、プロとしてデビューすることを決意させる、きっかけにもなったのだそうです。要するに、赤い鳥は最初からエリートだったわけです。翌年に、シングル、人生赤い花白い花で、メジャーデビューした赤い鳥は、翌1971年には、移籍してリリースした、武田の子守唄、翼をくださいが、ミリオンヒットとなり大ブレイク。一躍、国民的な人気グループになると同時に、その神声で山本純子さんの人気も急上昇することに。そのわずか2年後、山本純子さんは結婚。相手は、同時に引き抜かれた山本俊彦さんでした。その翌年には、リーダーの後藤悦次郎さんと、もう一人の女性ボーカルの平山康代さんも結婚されています。その後は、それぞれの方向性の違いもあって、赤い鳥は、1974年9月に解散して、3つのグループに分かれることに。その年の10月、山本純子さんと夫の山本俊彦さんに、ベースの大川茂さんを加えた3人は、ハイファイセットとして活動開始。同じ時期に、後藤さんと平山さん夫婦も、紙風船としてデュオを結成して、1977年に、冬が来る前にを大ヒットさせています。三つ目は、ハミングバードというグループでした。紙風船はフォークを追求し、ハイファイセットはニューミュージック路線に、ハミングバードは赤い鳥の後期を継承したそうです。中でも、山本純子さんのいるハイファイセットは、1975年にユーミンこと荒井由実さんが提供した名曲「卒業写真」でメジャーデビューすると、たちまち大ヒットして、以降もユーミンとのタッグで、シングル「冷たい雨」もヒットし、不動の国民的グループとなったわけです。その他、故中西玲さんが歌詞をつけた、カバー曲「フィーリング」もヒットしたことで、第28回 NHK 紅白歌合戦にも出場して、その洗練された美しいハーモニーで、ニューミュージック界を代表する存在となります。しかし、小田和正さん作詞作曲の28枚目シングル、忘れないわのヒットを最後に、1992年に活動を休止した後、1994年9月に解散してしまうのです。曲名も、小田さんからのメッセージを感じて、まさに忘れられない名曲だと思います。解散後はシンガーソングライターとして、
ソロ活動を始めた山本純子さんは、ソロシンガーとしても注目を集めることに。1997年のサッカーワールドカップの予選や、1998年の長野五輪のイベントでは、名曲、翼をくださいを歌って、その歌声が世界中から称賛されています。その後も、ソロとしてだけでなく、森山良子さんや白鳥恵美子さんと共に、V3 というユニットを結成するなど、一流のミュージシャンたちと、いろいろな音楽ユニットでジョイントしたり、音楽イベントにも積極的に出演した山本さんですが、2014年5月6日の名古屋でのコンサートを最後に、無期限の音楽活動休止を宣言。原因は一体何だったのでしょう。一つは病気ではないかとも言われています。というのも、喉の不調がそもそも原因で、無期限の休養に突然入った山本さん。実際は病気ということではなく、全体的な体調不良だったからとも言われています。納得できる歌声になったら、また歌いたい。そう言っていた山本さんですが、現在も休止状態だと言います。ですが、もう一つの原因はそうではなく、家族に関わるものだということなのですが、夫である山本敏彦さんは、山本純子さんの2歳年上で、赤い鳥の結成前からずっと、妻の山本純子さんと一番長く、音楽活動を共にしてきたのはもちろん、晩年は音楽プロデューサーとして、活動してきたのだとか。しかし、2014年3月27日、悲劇が襲います。自宅2階で倒れているのを、山本純子さんによって発見され、病院に搬送されましたが、虚血性心不全で他界されてしまいます。享年67歳という若さでした。夫との突然の別れにも、気丈に振る舞っていた山本純子さんですが、実際は夫がいなくなったことが原因で、ぷっつりと糸が切れたようになった、ということなのかもしれません。また、そんな二人には子供が二人いて、現在は長女が37歳、次女が34歳くらいで、長女は小学校の先生をされているそうです。娘さんはあの名曲、翼をくださいを学校で習っても、母の曲だとは知らなかったそうです。今では小学校教諭になった長女は、生徒に自分の母の歌を教えているでしょうから、さぞかし誇らしいでしょうね。若い頃から、今ではミュージックシーンの、大御所ともいえる、小田和正さんや谷村新司さん、松任谷夫妻や泉谷しげるさん、アルフィーの坂崎幸之助さんだと、深いつながりがある山本純子さん、仲間から活動再開が切望されているのも、山本さんへのリスペクトからなのではないでしょうか。そして、もう一人山本さんをリスペクトしている、忘れてはいけない大物がいます。その人とは、松山千春さんです。一体、どういうつながりがあるのでしょう。それは、松山さんのデビューにまつわるものだとか、松山千春さんを見出して、ずっと支え続けてくれた恩人の、STB ラジオの武田健二ディレクターとの、デビュー前の忘れられない思い出と、深いつながりがあるのだそうです。ある日、武田さんは旧厚生年金会館でやっていた、ハイファイセットのコンサートに、松山さんを連れて行ったんだそうです。コンサートなど行ったこともなかった松山さんに、終了後に武田さんが、チャール、今度はお前が満杯にするんだぞ。そう言ったんだそうです。ですから、山本純子さんの歌声を聞くと、その時のことがフラッシュバックするのだとか。そして、昭和52年の自身の初コンサートで、同じ、旧厚生年金会館を満杯にした松山さんは、感無量だったと言います。ですが、そのわずか3週間後、武田さんは帰らぬ人に、ですから、一層、
山本純子さんの唯一無二の神声は、恩人との忘れがたい記憶を思い出させるのだという、なんとも不思議な縁があったと、後に松山さんが明かされていました。現在も沈黙を守ったままの山本純子さん。ファンは、皆、あなたが歌っている姿こそ、尊いものだと思っていることでしょう。いつか、その姿が、またステージに戻ることを願って、陰ながら見守っていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。